ジュリアーノ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチは、イタリアの貴族、政治家、フィレンツェの選手、フランスの貴族として、ヌムール公の爵位と所領を得た。フランス5名は、ジュリアン・ド・メディシス。イタリアのメディチ家の一員で、ロレンツォ・オイルマニフィコと妻・クラリーチェ・オルシーニのなんとして、フィレンツェで生まれた。長兄は、ピエロ、次兄は、ローマ教皇レオ10世となった、ジョバンニである。父、 ロレンツォの死後、長兄ピエロが、フィレンツェの支配者であったが、強落にふけって、父の側近たちの離反を招き、また折からイタリアに侵攻してきたフランス王シャルル八世に、対する対応を誤って、市民の信頼も失った。1494年に、シャルル八世がフィレンツェに入場すると、メディチ家はついに亡命せざるを得なくなり、ジュリアーノは、ベネツィアへ逃れた。 1503年にピエロは死亡したが、スペインが主導する新生同盟以後、共和制を支持したフランス勢力は追われ、メディチケは以前の権力を回復した。ジュリアーノは1513年から1516年までフィレンツェを治めた。また、時系の強行令を十訂により、強行軍総司令官に任じられている。しかしジュリアーノは、政務に励むよりも、 文人や芸術家と交わったり、パトロン活動を行うなど華やかな文化人、宮廷人であった。友人には、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ルドビーコ、アリオスト、フランチェスコ・デル・ジョコンドなどがいた。1515 15年、サボイア公フィリッポ2世の娘で、フランス王・フランソワ1世の母方のオバフィリベルタと、フランス宮廷で結婚。時計の取りなしにより、 フランス王フランスは一世はジュリアーノにヌムール行為を授けた。フランス側はジュリアーノをナポリオーにつけようと考えていた。ジュリアーノが救世するとフィレンツェの選手の地位は老いのロレンツォに受け継がれた。フィリベルタとの間に子供がなく諸子一方リトが数といたのみだった。一方リトは長じて数奇境となった。なお、レオナルド・ダ・ヴィンチの モナリザはジュリアーノからの依頼とされている。しかし、モデルは彼の愛人ではなく、フィレンツェの商人の妻であるジョコンド夫人が有力視されている。ありがとうございます。